あの人は結婚式には呼ばないわよ。そうやって義母と話している義子。あの人というのは私のことだ。あ、今の話聞いてた。そういうことだからよろしくね。そう言って勝ち誇った顔をする義子。どうしても私をいびりたくて仕方ないようだ。そして迎えた結婚式当日、夫は家を出てからほんの2時間ほどで帰ってきた。何かあったの？私がそう聞くと、夫から驚きの話を聞かされた。実は、姉さんが。私の名前はのぞみ、32歳の会社員だ。夫のまさととは結婚して2年になる。私たちの出会いは仕事関係で、取引先の担当者が彼だった。彼は私よりも5歳も年下だったのだが、私に積極的にアプローチをしてきた。ご飯にも誘われたし、休みの日にデートにも誘われた。かっこよくて爽やかだったので、私は彼に惹かれてしまっていたが、同時に年齢差のこともあって付き合うのは躊躇していた。だが彼にどんどんアプローチされたことで、私はついに落ちてしまったのだ。それから私たちは付き合うことになった。順調に交際を重ねていき、ある日彼からプロポーズをされた。俺が一生大事にしたいのはのぞみなんだ。だからずっと俺のそばにいてほしい。俺と結婚をしてください。彼からそう言われて私はとても嬉しかった。彼とは付き合い始めて1年しか経っていなかったが、それでも大好きな彼からプロポーズをされることはものすごく幸せだ。それから私たちはお互いの親に挨拶をし、両家の顔合わせも済ませて結婚に至った。彼との結婚生活はとても楽しくて毎日笑っている。年の差なんて関係はなくて、夫は毎日私を楽しませようと頑張ってくれた。そのおかげで、とても幸せな新婚生活を送ることができたと思う。私たちは共働きなのだが、私が昇進したことをきっかけに夫が基本的に家事をしてくれるようになった。基本的に私の方がいつも帰りが遅いので、先に帰ってきて晩ご飯の準備をしておいてくれているのだ。夫が作るものは簡単なものが多かったが、それでも帰ってきた時に晩ご飯ができているだけでものすごく嬉しい。私は本当に夫と結婚してよかったと思った。旦那さんによっては、家事を全部嫁に押し付ける人もいると聞いたことがあるからだ。私の夫がとても理解があって優しい人でよかった。そんな風に順調に楽しく結婚生活を送っていた私たち。だがそんな中で思いもしない出来事が起きた。きっかけは義父が亡くなってしまったことだ。義父が急病で病院に運ばれて、そのまま息を引き取ってしまったのだ。私も夫も義父の死をとても悲しんだ。義父はとても優しくて、私のこともよくしてくれた。だから私は義父のことが大好きだった。そんな義父が突然亡くなったと聞いて、感情が追いつかなかった。そして義父の死をとても悲しんでいたのが義母だ。まあ夫婦なので当たり前なのかもしれないが、義両親は傍らから見ててもとても仲のいい夫婦だったと思う。私も夫と義両親のような関係を築きたいなと思ったほどだ。だからパートナーを失った義母の悲しみは相当なものだったと思う。義父が亡くなってから私と夫は義実家を定期的に訪ねるようになった。義母の様子が心配だったからだ。義母はやはり義父を失ったことで明らかに元気がなくなっていた。私も夫も義母には早く元気になってもらいたいと思っていた。そして夫はこんな提案を私にしてきた。俺の実家に移り住んで母さんと同居しないか。母さんのことを心配したまま日々を過ごすのも落ち着かないし、一緒に住んだ方が安心できると思うんだ。私は夫の言葉に賛成だった。そうだね、私もそれがいいと思う。私たちはすぐに義母に同居を提案しに行った。
一人きりでいるのが寂しかったようで、義母は私たちの同居の提案を喜んで受け入れた。本当に二人ともありがとうね。お父さんが亡くなってすっかり落ち込んでしまって、二人が来てくれてとても嬉しいよ。気にしなくていいんだよ母さん。そうですよ、こういう時に助け合うのが家族じゃないですか。こうして始まった同居生活、義母は私たちと一緒に住むようになって、少しずつ元気を取り戻していった。そして私たちが働きに出ているからと家事を率先してやってくれた。むしろ私と夫の方が助けてもらっている感じがして、申し訳なく思ったこともあるくらいだ。その後も私たちと義母は良好な関係を築きながら楽しく同居生活を送っていた。義母はさらに元気になっていって、最近は習い事にもまた通えるようになった。昔から生け花の教室に通っていたそうなのだが、義父が亡くなってからしばらく休んでいたらしい。だが気持ちに余裕ができ始めてきたので、また通い出したのだ。義母が生けた花の写真を見せてもらったが、とても美しくて素晴らしかった。近々夫の誕生日があるから、食卓に義母の生けた花を飾って盛大にお祝いをしようと話した。だがそんな時、思いもよらない出来事が起きた。それは夫の誕生日当日のこと。私は義母とご馳走を作っていた。夫にも前々からお誕生日会はやろうと話していたので、夫はウキウキしながら晩ご飯ができるのを待っていた。するといきなりインターホンが鳴った。誰だろうと思いながら、私が玄関を開けると、そこには義姉のゆかの姿が。お姉さん、どうしたんですか？あれ、むしろこっちがどうしたのって話なんだけど、どうしてあんたがこの家にいるの？私と夫は今ここに住んでまして。はあ、何それ聞いてないんだけど。夫が前に電話で話したと思うのですが。ええ、そうだっけ。義姉は全く話を聞いていなかったようだ。宅配業者などにしてはやりとりが長いと感じたのだろう。夫が、どうした？と言って玄関にやってきた。姉さん、どうしたんだよ急に。何よ、私が実家に帰ってきたらいけないわけ？いや、そうじゃないけど。義姉は大きな荷物を持っていた。私たち夫婦の横を通り過ぎて今へと向かう義姉。あら、ゆかじゃないの？お母さん、ただいま。今日は来る予定だったの？マサトのお誕生日会に呼ばれたのかい？え、誕生日会。義母がそう言ったところで、義姉は食卓に並んだ料理に気づいたようだ。うわ、美味しそう。私、めっちゃいいタイミングで帰ってきたじゃん。そう言って勝手に食卓に座る義姉。私と夫は義姉の勝手な行動に戸惑った。まあ料理は多めに作ってあるから、義姉が食べる分もあるだろう。だが呼んでもいないのに、わざわざこのタイミングでいきなり帰省してくるなんて、本当に間が悪い。そして義姉は自分が主役でもないのに、たくさん料理を食べてお酒もたくさん飲んだ。のぞみさん、酒が足りないわよ。さっさと新しいお酒を持ってきてくれない？酔っ払った義姉はそうやって、私をまるで家政婦のように扱ってきた。ちょっと姉さん、酒なら自分で冷蔵庫から取ってこいよ。のぞみのことを顎で使うなよ。何よ、嫁はこの家で一番下なんだから使われて当然でしょ。それはおかしいだろ。もう、めんどくさいな。わかりました。今持っていきますから。今日の主役は夫だ。だから夫の機嫌が悪くなるようなことはしたくなかった。私は急いでお酒を義姉のところに持って行った。あんたがさっさと動かないから悪いのよ。
そうやって捨て台詞を吐いた義士にイラッときたが、私はぐっとこらえた。その後、ケーキも食べて誕生日会は終了した。食卓の真ん中に置いてある義母の生け花はとても綺麗で、夫もすごいなぁと言いながら嬉しそうに見ていた。だが義士は、これ邪魔じゃないの。と言って、私たちの気分を下げた。義士がいなかったらもうちょっと楽しめただろうな。そんなことをついつい思ってしまう。のぞみさん、まさとごめんなさいね。ゆかがわがままをいろいろと言ってしまって。別に母さんが悪いわけじゃないだろう。そうですよ。お母さんは一緒にたくさんごちそうを用意してくれましたし、とても素敵な生け花も用意してくれて感謝してますよ。ありがとう、二人とも。私たちはまた義母か私の誕生日の時にでも、お祝いをしようと話した。とりあえず義士が今のソファでいびきをかいて寝ているので、私たちは彼女を部屋まで運びベッドに寝かせた。義士には本当に困ったものだ。結婚の挨拶の時から、私は義士のことが少し苦手だった。彼女は最初から私になぜか敵対心を向けていて、罵倒してきていたのだ。私よりも年上じゃない。マサトのことをうまく騙して、結婚まで持ち込んだのね。おばさんが義理の妹とか受けるんだけど。そんなことを初対面で言ってきた義士。そして義実家での集まりの時とか、義父の葬儀の時など、顔を合わせるたびにそうやって私をバカにする発言をしてきた。だから私は、できる限り義士とは絡みたくなかったのだ。翌日、昼過ぎに起きてきた義士は、当たり前のように私に昼食を作るように命令してきた。お昼は私がもう用意したからあんたも食べな。お母さんが作ったの。そんなの嫁にやらせなよ。調子に乗ってつけ上がるよ。のぞみさんは普段仕事で忙しいから、休日はできるだけ休んでほしいんだよ。完全にお母さん舐められちゃうよ。義士は、私が優遇されているのが気に入らないようだ。そうやっていちいち文句をつけてきた。姉さん、いい加減にしろよ。おとなしく母さんが作ってくれた昼ご飯を食べて帰りなよ。夫がイライラしてそう言った。すると義士は驚きの返答をした。何言ってるのよ。私、今日からここで暮らすのよ。はあ？義士の発言に私たち全員が驚いた。ここで暮らすって、ゆか仕事は？義母が目を見開いてそのように聞く。すると義士は、辞めてきたと言った。どうして辞めたの？なんか職場の環境が悪くてさ。だからいっそのこと辞めて、実家に戻ってこようと思って。お母さんのことも心配だったし。まさか弟夫婦が同居してるとは思わなかったけど。そう言って肩をすくめる義士。あまりにも勝手な行動ばかりで、私は呆れてしまった。姉さん、この家には俺たちがもう住んでるんだから諦めてくれよ。夫はそう言って、義士がここに住むのを断った。だが義士は食い下がり、無理やりここに住もうとした。そんなこと言われても、私には他に住む場所がないのよ。ここは私の実家でもあるんだから、戻ってきても問題ないでしょ。いや、問題は終わりだろ。なんでよ、部屋はあるんだから。わかったわ、お母さんと一緒に家事もするから。それに日中にお母さんが一人で、もしものことがあったら私がいた方が安心じゃない。それは。夫の気持ちが少し揺らいだのを、義士は見逃さなかった。じゃあ、決まりね。荷物はもともと少ないし、運び込むものもないからこれからよろしくね。そうして義士は無理やり住み着いてしまった。私はこれからの同居生活が、一気に不安になってしまった。二人ともごめんなさいね。でも、
ほんの少しでいいから、ユカをここに置いてやってくれないかしら。嫌気がさしたら、彼女を追い出すなり、あなたたちが新しい場所に引っ越すなり好きにしていいから。義母にそこまで言われたので、私も夫も義子との同居を認めざるを得なかった。だがそれが地獄の始まりだった。義子は私と顔を合わせるたびに嫌味をたくさん言ってきて、私に嫌な思いをさせてきた。そうやって遅くに帰ってきて、キャリアウーマンのつもり。帰りが遅いってことは、逆に仕事ができないって言ってるようなもんだからね。っていうか本当に仕事なのかしらね。男と遊んでるんじゃないの？そうやっていちいち突っかかってくるので、私はうんざりしていた。しかも義子は夫や義母がいないタイミングを狙って、そういうことを言ってくる。そういうところも卑怯で腹が立つ。だが私は義母も夫も私の味方なのをわかっているので、そこまで気にしていなかった。しかし、それから少し経ってある問題が起きた。それは義母が足腰を痛めてしまったことだ。介護が必要なほどではないのだが、リハビリのために通院をしなければいけなくなった。私たちは義子を頼りにしたが、義子は、私車の免許持ってないし無理よ、と断ってきた。こういう時に助けになれないのなら、全然意味がないじゃないか。私は呆れながら、夫にこんな提案をしてみた。もしかしたら私、リモートにできるかもしれないから会社に聞いてみるね。いいのか？ええ、もちろんよ。そして私は、会社にリモートワークに切り替えられないか相談した。すると事情を汲んでくれて、許可してもらえたのだ。そのため、私は義母が通院の時に車で病院まで連れて行くことができるようになったし、何かあった際にすぐに対応できるようになった。ありがとう、のぞみ。本当に助かるよ。夫はとても感謝してくれた。義母も、いつも本当にありがとね、と何度もお礼を言ってくれて、私は義実家の役に立ててよかったなと思った。だがリモートになったことで問題も出てきた。それが義子だ。義子は私がついに専業主婦になったと勘違いしたようで、私の部屋にしょっちゅう来ては家事を押し付けようとしてきた。私が何度仕事だと説明をしても、全然耳を傾けてはくれない。挙句の果てには私がウェブ会議に参加している時に勝手に部屋に入ってきたので、本当に迷惑だった。お姉さん、仕事中だって何度言ったらわかるんですか？じゃあ、鍵でもつければ。そうやって悪態をついてきたので、私は本気でドアに鍵を取り付けた。すると今度は何度もノックをしてくる始末。うるさくノックする音が会議中の音声として入ってしまい、本当に申し訳なかった。そろそろ義子と生活をするのも限界だと思っていたが、義母のことを考えると、この家を出ていくのもちょっと得策じゃないと思ってしまう。そうやって私は悩んでいた。そんな中、義子がなんと結婚をすると私たちに報告をしたのだ。マッチングアプリで知り合った男性らしく、私は義子がどれだけの嘘を重ねたのだろうと思った。それから両家の顔合わせが行われたのだが、その時に私は義子から、あなたは余計なことは言わないで、ただ黙って笑っててね、と言われた。お母さんとマサトがあなたも一緒にと言わなければ、もともと連れてくつもりなんてなかったんだから。私も別に義子の結婚には興味がないので、言われた通りに黙っていることにした。だが義子の婚約者を見て私は驚いた。私が知っている人だったのだ。彼は私が働いている会社の取引先の担当者で、矢吹さんという男性だ。向こうも私に気づいたが、私はとっさに人差し指を自分の口元に置いて、黙っててもらうようにした。矢吹さんは何かを察したのか、言われた通りに黙っててくれた。そして両家の顔合わせが終わった後、
私はタイミングを見計らって矢吹さんに電話をした。それから黙らざるを得なかったことや義士についても話した。え、じゃああの人の経歴とかは全部嘘なんですか？はい。私も隣で話を聞いて驚きました。そんな。矢吹さんは義士に嘘をつかれてショックを受けていた。そして結婚はなかったことにすると決めたようだ。でもただ婚約破棄をするだけじゃ納得いかないです。懲らしめてやりましょう。矢吹さんはそう言ってとある計画を思いついたようだ。結婚式の日を楽しみにしててください。そう言っていた矢吹さん。私は一体何をするのだろうと思いながらその日を待っていた。すると義士は結婚式が近づいてきた時にこんな話をしていた。あの人は結婚式には呼ばないわよ。そうやって義母と話している義士。あの人というのは私のことだ。ちょうど私がお風呂から上がった時にそうやって話していた。すると義士は私が今に来たのに気づいたようだ。あ、今の話聞いてた。そういうことだからよろしくね。そう言って勝ち誇った顔をする義士。どうしても私をいびりたくて仕方ないようだ。矢吹さんが言っていたことは気になったが、まあ来るなと言われたのだから行くわけにもいかない。私は矢吹さんに事情を説明した。矢吹さんはちょっと残念そうにしていたが、仕方ないと納得していた。まったく、姉さんはどうしようもないな。夫も今回の義士のことについては呆れていた。まあ、私の代わりに結婚式を楽しんできてよ。夫からきっといろいろと話が聞けるだろうと思い、私は当日はゆっくり家で休むことにした。そんなこんなであっという間に3週間が経った。そして迎えた結婚式当日、夫は家を出てからほんの2時間ほどで帰ってきた。思っていたよりも早い帰宅に私は驚いた。何かあったの？私がそう聞くと、夫から驚きの話を聞かされた。実は、姉さんが婚約破棄をされたんだ。相手の招待客も親族も一切来てなくてさ。え？結婚式もキャンセルされてたみたい。あらら。なるほど、そういうことか。矢吹さんは義士に何も知らせずに、結婚式をキャンセルするという作戦を実行したようだ。それは義士にはかなりのダメージになるだろう。華々しい姿で周りから祝福してもらおうと思ったら、結婚式がキャンセルされているのだから。新郎側から逃げられたことは、義士が呼んだ参列客にも速攻でバレてしまう。こんな恥ずかしいことはないだろう。義士はその後、すぐに矢吹さんのところに駆け込んだらしい。そして、こんなのひどすぎると訴えてやると激高したそうだ。だが、矢吹さんは冷静にこう言ったそうだ。それなら、マッチングアプリであなたが載せていた情報がすべて嘘だったことから、私は結婚詐欺として訴えさせてもらおうかな。このサービスは一応婚活用のものだから、結婚を前提にみんな参加している。嘘の情報を書いて、結婚までするのは詐欺だと認められるでしょう。弁護士を立てて、私はあなたを訴えることは容易だけどどうしますか？矢吹さんが毅然とした態度でそう言ったので、義士は尻込みして逃げ帰ってきたそうだ。あ、あんたのせいよ。どうせあんたがバラしたんでしょ。義士は感情的になっていて、私の姿を見かけるとそうやって怒鳴ってきた。すると義母が私を守ってくれた。いい加減にしないか。あんたが自分で蒔いた種じゃないか。嘘なんてついて、結婚しようとするのがいけないんだよ。まさかここまでバカな子だったとは思わなかったよ。もう、私もあんたの面倒は見きれない。今すぐここから出て行ってちょうだい。義母がそうやって怒ると、義士は途端に顔を青くした。
ちょっと待ってよ。私、追い出されたらどこに行けばいいの？そんなの知らないよ。一人で頑張って行きなさい。そんな。俺も母さんに賛成だ。姉さんは好き勝手やりすぎたんだよ。またフリーターでいいから、ちゃんと自立した生活を送ってくれ。義母と夫に見放され、義姉は顔面蒼白のままその場にへたり込んだ。そして義姉は家を追い出され、一人で生活をすることになった。とりあえずは住み込みのバイトを見つけ、そこで働くことにしたそうだ。私たちは義姉がまたすぐ戻ってくるかもしれないので、義実家を売り払い、バリアフリーのマンションに引っ越すことにした。夫の会社の近くのマンションにしたので、夫も今までよりかなり早く帰ってくることができ、義母のサポートにもすぐに入れるようにしてくれている。そして夫の帰りが早いので、家族団らんで楽しく食事をすることができている。これからも私たちは仲良く楽しくしながら、支え合って生きていこうと思う。義姉は本当に自分勝手で最低な人ですね。マサトから聞いたよ。その赤ちゃんたちはマサトの子供じゃないって。は。すると今度は夫が口を開いた。不倫するなんて最低な女だな。お前とは無理。離婚してくれ。子供の養育費だって支払わないからな。夫はそう言って離婚届を私に突きつけてきた。私は怒りを通り越して呆れてしまった。まさかこんな馬鹿げた作戦を考えていたとは。いいよ、離婚しましょう。私は離婚届を受け取り自分の欄に記入をした。はい、これ離婚届。私の名前はのぞみ。32歳の専業主婦だ。夫のマサトとは合コンで出会った。年も近く、またかっこよくて私の好みの顔をしていたので、私は彼にすぐに惹かれていった。そして彼も私のことを気になっていたようで、私たちはデートを重ねて交際がスタート。それから1年の交際を経て、私たちは結婚。新婚生活はとても楽しくて幸せな時間を過ごしていた。だがそんな幸せな時間は長くは続かなかった。私たちの新婚生活を邪魔してきた人物がいたからだ。それは夫の母親、つまり義母だ。義母は日中にしょっちゅう我が家にやってきては、私をいびってきた。ちょっとのぞみさん。さっさと荷物を持ちなさいよ。はい。アポなしでいきなり来ておいて、自分の荷物を今まで持たせる義母。私の大事なカバンなんだから、丁寧に扱いなさいよ。わかりました。そして私が和室にわざわざ布を敷いて、丁寧にカバンを置いていると、早くお茶くらい出しなさいよ。気が利かない嫁ね。と罵倒してくる。こっちの都合も考えずに来ておいて、なぜそんなに横柄な態度が取れるのか。夫は優しいのに義母はとても意地悪なので、親子でこうも違うものかとがっかりした。義母は毎日のように日中に我が家に来るので、私はとても参ってしまった。だから夫に相談することにした。ねえ、ここ最近。毎日のようにお母さんが家にやってくるんだけど、ちょっと来すぎというか、もう少し頻度を減らすようにあなたから言ってくれない？私がそう言うと夫は驚いた顔をした。え、母さん、日中に家に来てるの？私は夫がびっくりしていたので、味方になってくれるかと思った。だが夫の発言は意外なものだった。それなら全然俺がいる時までいればいいのに。え？のぞみもなんで俺が帰るまで引き止めておかないんだよ。絶対母さん遠慮して先に帰ってるはずだから、お前が夜までいていいって言わないと。気が利かないやつだな。私はびっくりしてしまった。まさか夫がそんなことを言うなんて。
しかも気が利かないという言葉は義母と同じ発言だ。夫はどうやらマザコンのようだ。そ、そんな。私はお母さんが頻繁に来すぎるから。もういいよ。俺から母さんに連絡をしておく。ちゃんと日中に母さんの相手をしておけよ。夫はそう言って、私の意見などまるで無視だった。夫から許可をもらった義母はそれからは調子に乗り、私には何を言っても許されるといった感じで、嫁いびりを繰り返して罵倒してきた。あんたって本当にのろまね。家事もとろいし、料理だって効率が悪いし。今まで親からどういう教育を受けてきたのかしらね。義母は毎日のように日中からやってきて、そして夜に夫と一緒に食事をとってから帰っていく。そんな日々が続き、私は本当につらかった。だがまだその頃は夫のことが好きだったし、離婚なんて考えてなかった。その後、義母は、孫はまだかという言葉を連発して私を困らせてくるようになった。まだ結婚して1年半ほどだったのだが、義母は孫が早く欲しいらしくて、とにかく私に対してプレッシャーをかけてきたのだ。私はそれもかなりストレスになっていて、毎日憂鬱な気分になった。そのためダメ元で夫に相談をしてみた。ねえ、お母さんが毎回孫はまだかって聞いてくるの、結構辛いんだけど。だがやはりと言うべきか、夫の反応は冷たいものだった。そりゃ母さんの年齢なら孫の顔は見たくもなるだろう。母さんの期待に応えるべくお前も頑張んないと。わかってはいたが、どうしてそんな言い方をされなければいけないのだろうか。ちょっと待ってよ。妊娠に関しては二人の問題でしょ。私一人で妊娠をすることはできないんだから。そもそも、夫はここ最近、全く相手をしてくれない。私から誘っても疲れてるからと言われたり、母さんが来てて夜遅くまで話してたから、もう寝たいとか言ってきたりして断られる。それなのに夫まで私のせいみたいにするのはいかがなものか。夫はそんな私の気など知らずに、好き勝手に言ってきた。だいたい、専業主婦でサボってるくせにいろいろと文句言いすぎなんだよ。養ってもらっている感謝がお前には足りないんだ。専業主婦になるように頼んできたの夫だ。結婚したら家庭に入ってほしいと私に言ってきたから仕事を辞めたのに。どうしてそんな言われ方をしなければいけないのだろうか。私はだんだんと夫に対して不信感を抱くようになってきた。結婚生活を続けていけばいくほど嫌な面がとても目立つ。気づけば夫は交際していた時の優しさは完全に消え失せて、モラハラ夫へと成り下がっていた。今では食事のたびに何かにつけて義母と一緒に私のことを罵倒してくる。気が利かないだけじゃなく、子供が産めない役に立たない女だな。本当に使えないわよね。マサト、こんな女捨てて乗り換えた方がいいんじゃないのかい？そうだな。別の若い女に子供を産ませる方がいいかもな。私が目の前にいるというのに、そんな不倫宣言みたいなことをするなんて信じられない。私は少しずつ離婚を考えるようになった。だがそんな時に急に具合が悪くなった。病院に行くと、なんと妊娠していたことが判明。私はすぐに義母と夫に報告。義母は、ふん。やっと妊娠したのね。まあ褒めてあげるわ。と意外にもねぎらってくれた。だが夫の反応は少し冷たかった。そうか、子供ができたのか。あれ？嬉しくないの？うん、いや、嬉しいよ。夫は明らかにテンションが低かった。あんなに子供ができないことを責めていたくせに一体何なのか。私はすっかり拍子抜けしてしまった。だが妊娠中は離婚をすることは得策ではない。こんな夫でも専業主婦になった私には養ってくれているパートナーだ。
だから出産をするまでは離婚はしないでおこう。幸い義母は妊娠中に私をいびることはしなかった。精神的にストレスを与えて子供が生まれなくなったりすることを避けているのだろう。それはつまり、今までは私に意図的に嫌なことを言って追い込んでいたという証拠にもなるのだが、でも妊娠中の体調が優れない時に義母が面倒くさいことをしてこないのはありがたい。だが私が気になったのは夫の言動だった。妊娠をしてからはいびったり文句を言ってくることは減ったが、仕事から帰ってくる時間が極端に遅くなってきたし、休日出勤も増えた。そしていつもスマホを見て、たまにニヤニヤしながらメッセージを打っている動きをしている。これはもしかして不倫か。私は夫の言動が怪しいと思うようになった。だから興信所に調査を依頼することに。そして数週間後に調査結果が出てきたのだが、夫は案の定不倫をしていた。相手は職場の後輩らしい。夫が残業と言って晩飯がいらないという日はいつも不倫相手と会っているらしい。そして休日出勤の日は当たり前だが不倫相手と会っているようだ。他にも出張だと言っていた時はどうやら旅行に行っていたらしい。私はたくさん出てきた証拠に呆れるしかなかった。もうあんな男に対して愛情なんてない。子供を出産したら離婚してやろう。そう心に決めていた。だがそんな時、私のお腹の子が双子だということが分かった。私はびっくりしたのと嬉しかったので、つい夫にテンション高めに絡んで報告してしまった。ねえ、今日産婦人科に行ったら子供が双子だってことが分かったの。すごくない？なかなか子供ができなかったのに、あっという間に二児の母だよ。だが夫の反応は相変わらず冷たかった。へえ、そうなんだ。いいね。いいねって何？そんな SNS のハートを押す感覚で軽く反応してくるなんて。私は夫への愛情はもうないが、せめて自分の子供については興味を持ってほしいとは思った。でもそれを求めるのにも値しないほどのクズ男ってことか。私はもう夫には自分から話しかけるのはやめることにした。義母は双子だと知ってとても驚き喜んでいた。のぞみさん、でかしたわ。双子なんてやったじゃない。しかもどちらも男の子だし。散々嫁いびりをしてきたが、今は夫よりも義母の方がまだマシだと思う。それからというもの、私と夫はほとんど会話をしない日々を過ごした。食事なんて毎日がお通夜の状態で無言だった。むしろ夫には帰ってきてほしくないという感じだ。そんな感じで日々を過ごしていると、とうとう私は出産が近づいてきた。だから私は実家に帰省して、里帰り出産をすることに。夫にしばらく実家に帰ることを伝えると、そうか、わかった、とだけ言われた。完全に冷え切った関係なので、やりとりはもう事務的だった。そして私は実家に帰り、平和な日常を過ごした。もう話さないと決めていたとはいえ、夫の顔を見るたびにイラッとは来ていたので、実家にいた方がストレスが少なかった。両親は私がもうすぐ出産することをとても喜んでいた。これから温かい家庭を築けるな。子供が一気に二人もできるなんて楽しみね。男の子だから毎日賑やかになるだろうな。そんな風に嬉しそうにしている両親に離婚のことを告げるのは心が痛んだ。ごめん、実は出産したらマサトとは別れようと思っているの。え？私が突然そんなことを言ったので両親はとても動揺していた。だが事情を説明すると、青かった顔はどんどん赤くなっていった。不倫だなんてあの男許せない。今にも殴り込みに行きそうだったので、父をなだめて出産までは泳がしておきたいことを伝えた。
両親はとりあえず私の意向に理解を示してくれた。そうして私は無事に子供を出産。可愛い双子が生まれた。両親は生まれたての赤ちゃんたちを抱きかかえてとても喜んでいた。一方で、夫は出産の時は私からの連絡を無視したし、病院にも来なかった。そして私は退院となり、荷物を取りに行くために夫と住んでいた家へ。土曜日だったので、夫は不倫相手と会っていなければ家にいるだろう。私が家に着くと、そこには夫と義母がいた。二人とも怖い顔をしながら私を睨んできた。マサトもお母さんもいたんですね。ふん、あんたはやっぱりとんでもない嫁だったんだね。え、義母がいきなりそんなことを言ったので私はびっくりしてしまった。何のことですか？マサトから聞いたよ。その赤ちゃんたちはマサトの子供じゃないって。は、まさか赤の他人の男との子をマサトの子だと偽って養わせようとしてたなんてね。あの、言っていることが理解できないんですが。すると今度は夫が口を開いた。不倫するなんて最低な女だな。お前とは無理。離婚してくれ。子供の養育費だって支払わないからな。夫はそう言って離婚届を私に突きつけてきた。私は怒りを通り越して呆れてしまった。まさかこんな馬鹿げた作戦を考えていたとは。いいよ。離婚しましょう。私は離婚届を受け取り自分の欄を記入した。はい、これ離婚届。私が記入し終えて渡すと夫は少し驚いていた。きっと私が全く動揺していなかったからだろう。ふん、不倫を認めるんだね。この最低女。義母は腕を組んで私を睨みつけている。いい。慰謝料はきっちりともらうからな。夫は思っていた以上に話があっさりと進んでいることに動揺していた。あら、慰謝料をもらうのは私の方だけど。え？はあ？何言ってんだい、この女は。不倫してたあんたが慰謝料を支払うんだよ、このバカが。何にも知らないお母さんは黙っててください。私はうるさい義母を制して、夫の不倫の証拠をテーブルに広げた。それを見て夫は顔を青くしている。義母も、どういうこと？と言って口を開けてポカンとしている。私が妊娠する前から、随分と長く後輩の女の子とよろしくやってたみたいね。不倫をしていたのはあなたの方ってこと。こっちは動かぬ証拠はあるけど、あなたは私が不倫をしたっていう証拠はあるの？私がそう言うと夫は黙り込んでしまった。ないわよね。だからこの子たちも正真正銘あなたの子よ。マサト。あんた、不倫をしてたの。なんとか言いなさいよ。義母は溺愛していた息子に対してなのに、珍しく声を荒げていた。あんた、私がお父さんの浮気でとても悲しんでいたのを見てたわよね。それなのに、あんたもあの男と同じことをしたっていうの。ごめんなさい。夫は義母に詰め寄られて謝った。これはもう自分で不倫を認めたようなものだ。だがまさか義母が離婚していた原因も相手の不倫だったなんて。それなのに不倫をする夫は本当に最低だな。のぞみさん、本当にごめんなさい。バカ息子がひどいことを。慰謝料と養育費は必ず支払わせるから。ちょっと母さん。そんなの勝手に決めるなよ。はあ？あんたね、いい思いだけできるだなんて思ってんじゃないわよ。不倫するからには、すべてを失う覚悟でしなさいよ。あんたは家庭を壊したのよ。そして私との親子の関係もね。夫は義母にそう言われてショックを受けていた。
義母が私の味方をしてくれたのはありがたいが、私は別に義母を許してはいない。お母さんの言う通りです。これは許されることではありません。でも今までの嫁いびりによるストレスだってなくなることはありませんよ。え、私、あなたが私を罵倒し続けてきた記録も取ってますから。これも提出して精神的苦痛を味わったとして慰謝料を請求しますから。まあ、結婚生活におけることなので、夫にモラハラについての慰謝料を請求する際に、上乗せするという感じで請求しますね。私がそう言うと夫は目を見開いた。ちょっとそれはないだろう。俺はどんだけ金を支払えばいいんだよ。まあ養育費は1500万くらいで、慰謝料が全部で600万くらいかな。そんな。全部合わせたら2100万じゃないかよ。まあ、頑張ってちょうだいね。あとは弁護士を通してやり取りしましょう。私はそう言って、顔面蒼白でうなだれる夫と義母を横目に荷物をまとめて出て行った。それから弁護士を通して私は無事に夫と離婚が成立。夫と不倫相手には慰謝料を請求して一括で支払ってもらった。そして夫にはもちろん養育費も請求。現在は月々6万くらいを支払ってもらっている。元夫は借金だらけになったため、不倫相手からすぐに捨てられたらしい。そして義母からも勘当されて、現在は一人寂しく孤独に生きながら借金を返すだけの日々を送っているそうだ。一方、私は実家に戻り、両親に子育てのサポートをしてもらいながら、再就職して毎日一生懸命に働いている。双子の息子たちはとても可愛くて私の癒しだ。彼らの笑顔を見ているだけで元気が湧いてくる。これからもこの子たちのために一生懸命働いていこうと思う。